さあ、おはようございます。じゃんくんぽんちゃん、おはよう。今日で多分3日目かな。ぽんちゃんはおしっこを布団の上でしないでトイレでしています。3日もトイレでしています。おはよう。いい子です。というのも、夜中ですね、2時ぐらいまで、遊ばせている魔王いママさんの功績も高いです。さあ、もっと。今、7時を過ぎたところなので、眠いと思いますが、もうしばらくの間ですね、みんなで頑張って、ポンちゃんがトイレでおしっこをするように頑張りましょう。そしてジャン君も支えてくれています。昨日はでもジャン君の方が大暴れだった。そういえば走り回ってたね。なんか棚の上とか、なんかいっぱい走ってる。で、何か頭の上に落ちてくるんじゃないかと思っちゃったよ。ねえ、ジャン君。ジャン君ね、おトイレしたからなのかな。ずっとトイレしてね。でもね、おしっこしかしてないのにね、おトイレ入るみたいで大騒ぎしてたのね、ジャン君。で、ポンちゃんと一緒に遊びましたね。ということで、今のところ、順調です。ジャン君、ジャン君の首輪を変えることになりました。どっちがいいでしょう。どっちがいい、ジャン君。これちょっと切るかな。こっちかわいいかな、ね、あ、ポンちゃん来た。あ、シュリーってします。ポンちゃんも変えますよ。ポンちゃんもどっちかな。ポンちゃんポンちゃん、あ、まだいいよ、まだ。あの、この鈴を取ったりとかしてからするので。じゃあ後ほどやります。はい。ジャン君の首輪が変わったそうですが、どれにしてごらん。青いね。青い目に青い首輪だね。おリボンも見てね。おリボンは見えないね。どこだ。あ、これだ。こっち来たぞ。これはポンちゃんだよ。はい、感じですね。かっこいいじゃんくん。ポンちゃんが見に来た。ポンちゃんどっちがいい。ポンちゃん、ポンちゃんこっちとこれとどっちがいい。これつけてみる。ちょっと女らしいよ。ほら、かわいい。ポンちゃん、もう一個の方は今のに近いから一度これにしてみよう。一応開けてみて、こんな感じ、うん、よく似合う。そうだね、うん、一度気分を変えて春の装いで。はい、じゃあスーツを買って。はい、ポンちゃんが今日もこれから寝る体勢ですが、もう少し、今は12時を
12時半ですね、少し回ったところなのでもうちょっと遊ばせてからという感じですね。3日連続、お布団でおしっこをしませんでした。ポンちゃん偉いぞ。よいしょ。それじゃあね、トイレをまた、さっきちょっと誰かトイレ入ったみたいだからトイレをきれいにして待ち受けます。じゃあまたよろしくね、ポンちゃん。